こんにちはいいつもごご視聴ありがとうございますユチャンネルですえー、私ですねえー、エジプトから帰ってきてもうすぐ1ヶ月が経とうとしていますまあショックなことがあってあのー、まあショックはねあの年末からあったんであれなんですけどまあこれからエジプトに行く方海外旅行に行く方 気をつけていただきたいなと思ってこの動画を撮ろうと思いましたまああの海外に生き慣れてる方は当たり前のことだよってなるかと思います私の不注意だなと改めて思うんですけどもう悔しくて悔しくてしょうがないんですよ本当にあの落ち込んでちょっと動画撮ることとかあの YouTube 作らせていただくこととかはあってなっちゃいましたけども えっとですね、私帰ってきてた確か土曜日の、えー、生ライブの時に、えー、iPhone がないみたいなことを言ってたと思うんですけどもな,なんかあの iPhone を探すっていうものもあるし、えー、そのうち出てくるんじゃないかなと薄い期待をしていたんですけど、まあ、あの飛行機に乗る時にですね 間違いなくあったんですよねでチェックインカウンターに行った時に実はそこまで、あのー、荷物預ける予定はなかったのにあの早くにチェックインカウンターに行ったもんですから帰りの飛行機まず回路でなんかあの100人ぐらい並んでたのに私5番目ぐらいに「あのはいあなたよ」みたいに言われて「えっ めっちゃ早くチェックインできたなんて思ったもんですからあのその後ねうん3時間ぐらい飛行場にいますし、えー、飛行機に乗ってる間も別に使いませんし、えー、上海での乗り換えから、まあ、そのままあのバッグがね飛行機から飛行機に移動して乗り換えのトランジットでまあカバンが移動してくれるならまあかば預けちゃうかななんて思ってですね えー、その飛行,機飛行場に着く前にスマホ1台と、えー、データを保存するこうなんていうんですかねブシッとさしてねあの移動させるやつそれともう一つ、えー、バッテリーそれにバッテリーの充電器やらスマホの充電器やらですねこうまとめておいたんですよね。で荷物を預けるときに なぜかそれを取り出さなかったんですよ。で飛行機に乗る時にもしかしたら言われたんだと思うんですけど大丈夫ですと言ってしまったんですよね。でえっ、ー、とスマホがないでも出てくるよねどうせ誰も使えないわけだしなんて思ってですね半月ぐらい。 電源が立ち上がらないかなと思ってずっとえこの私の今使っているこの iPhone を iPhone を探すでずっと見て見張ってたんですけどよく考えたらですね万が一データ中のデータを何かできることがあったらまあカードだとかまあネットから何かね買,買うとか何かできちゃうんかなとか PayPay ペイペイとかもしくはえオンラインの銀行とかね 全部つながっちゃったらまずいなと思いましてあの iPhone を探すの中にはあの見,つか見つかるまで停止するみたいなボタンがあるのでそれを押しておけば絶対に使えないということなんですけどまあ,あの持っていく方はねきっと部品取りとかまあ何か、うん、上手にね使いますんでしょうけどもあの、まあ、なぜこの動画を撮っているかというとですね あの取ったのはまあ、こんな言い方して本当に何ではっきり言い切れるのって思うかもしれませんけどここはね正直申し上げるとカバンをチェックインカウンターに預ける時にはあったんですよそして帰ってきてすぐ荷ほどきをした時になかったこれはもうあの飛行機会社の荷物をえー なんて言うんですかね、飛行機に積む方たちの誰かですね。誰かが持ってったということです。あのネットとかね、いろいろ調べてみましたら、バッテリーが入っていると、えー、バッテリーはね、あの荷物を預けるときに、バッテリー入ってませんかって向こう必ず聞くんですよね。私私ものの不注意だったので、今回は。 まあ、バッテリー入れておいたたのがけ、まあ、けなかったんですけどバッテリーを見つけるとカバンから、まあ、その鍵がかかってたとしても私鍵がか,かけてないのでそれも不注意なんですけどあの鍵がかかってたとしてもこじ開けてバッテリーだけ捨てちゃうそうなんですよ。ね、でバッテリーを見つけて要するにそこに一緒にですね iPhone だとか iPad だとかまあこ、うん、高価なね えー、そういうオーディオ機器なんか、えー、一緒に入れておいたものなら全部根こそぎ持っていかれるというあのこのニュースをね見たのが、えー、まだ3日4日前なんですけどやっちゃった痛いなみたいな感じでですね私かなり落ち込みましてやっと手に入れた、えー、iPhone もう1台。 1>, <laughs> 1ヶ月足らずで、えー、この間ねセブ島で一緒に海にダイブしたあの子ですあの子ね手放すことになります <laughs> 高かったんですけどね中古とはいえ高かったんですけどあの1万円くらいも出してあのまたねこの画面も。 あのセブ島で直してもらってね今後ずっと使うつもりでしたからで落としてひびが入っちゃいけないっていうことでお高いあのケースもね買いましてアマゾンで一生懸命探してあのガラスのね強化ガラスのやつも貼りましてつら <laughs> <辛>い <laughs> というのであの、まあ、何が悲しいってですねこのルクソールを旅した時の。 うん2日目3日目あたりですかあのー、なかなか有意義な一日のデータこちらも全て中に入っておりましたしそして韓国旅行こちらのデータも全てそっちに入っておりましたあちゃーっていう感じなんですけれども、まあ、とにかく、まあ、これ会社名をね申し上げていいものかどうかちょっとですけど まあ、正直なところ多分どこの飛行機会社も外国の飛行機会社だったとしたらそういうことに合うんじゃないかなバッテリーが入ってたら無理やりこじ開けるこじ開けた時に金目のものがあれば一緒に持っていくこれはやっぱり外国の飛行機に乗るトランジットがある。 まあ、これを踏まえているのに入れておいたら盗まれままれれす。これはあの皆ささん,ほんと気をつけてください。まあ,あ、上手にねあのまとまっているかどうか分かりませんけれども、えー、これから私もね、まあ、これに懲りて海外に行きたくないなんていう気持ちになるのも残念なので、まあ、こういう痛い目に遭うと本当にまあいい気持ちになます。 高収量だったなっていうふうに思うしかないんですけれども、本当に悔しい、本当に悔しいです。このスマホ2台で、2台になった途端にね、すごく幅が広がるわ,わけですよ。例えば、こう、えー、旅の途中、このスマホでね、録画しながら、こっちで、えー、翻訳機を使う、あと地図アプリを使う、 おこれができるようになったかっていうねなんかちょっと一歩一歩なんか階段上れたっていう気がしてたんですけどまた振り出しに戻るっていう感じでまあうーんこれも人生ゲームみたいなものでしょうか。というわけで、えー、海外旅行行かれる方皆さんあのバッテリーね、まあ、あの入りあのバッテリーは入ってませんかって言われるんですけどこれね日本の飛行機会社だったらあのバッテリーが入ってたっていうことで。 あのままたた呼び出されたりします飛行機の搭乗、えー、するところで「あの何々様カバンのなんかうんうん」みたいなアナウンスがあってあの「カバンの中にバッテリー入ってるから取り出してください」とかそういうことを言ってくださるのは日本の、あのー、キャリアの飛行機だけですねこういう飛行機会社はやっぱ日本人はね素晴らしい安い飛行機に今回乗っていったのでね まあこういうことになったっていうのもありますし自分の不注意もありますまあいや痛い本当に痛いもう落ち込みまして私あのここ3日4日あの家族もですね「どうしたの何かあったの? <laughs> の」言っても「ちーっていう、ね、もう何も何もしたくないですみたいな <laughs> ぐらい落ち込みましたまあ あの命取られなかったんでねいいんですけれどもあのこれからね、えー、またちょっと身を引き締めて私海外旅行へね行かね,行かねばなと思っておりますあのこういうご経験なさったことがある方結構いらっしゃるのかな、まあ、中には自分の責任じゃんって思ってこれを見ていらっしゃる方も見えるかもしれないんですけど、まあ、海外旅行に行く時には気をつけましょうということでまああの飛行機 預けた飛行機の荷物の中のものを盗まれるなんてねあのまそういう動画とかいっぱい見てたはずなんですけどやっちゃったなっていう感じで動画にしてみました皆さん外人は基本的に信用するのをやめましょう本当に許せないもう許せない許せない <laughs> という感じで私の今日の動画はこれで。 終わりです皆さんいいつもごご視聴ありがとうございますそしてえー、旅にまつわる動画以外にも、えー、私が楽しんでやれることいろいろ発信する予定です、えー、皆さんねあのー、あのー、チャンネル登録してくださっている方本当にあに、のー、ありがとうございますこれからもね頑張っていこうと思ってます あのちっともね、えー、伸びていかないこのキャラが悪いだけではなく <laughs> 自暴自棄 <laughs> ちょっといか本当にちょっとあのつまらんのかなとか <laughs> まあ,あのすいませんちょっとぐじりますけどまああのうん編集が、えー、よくないのかなとかまああの 人間落ち込み始めるとどんどんねズブ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 いきますからあんまり落ち込んじゃいけませんけれども、えー、今回はね泣きっ面に蜂8 <laughs> ものすごい100匹ぐらいに刺されまくりな感じで今あのベコベコにへこんでおります。はいということで皆さんこれからも、えー、こんなドジで間抜けな、えー、懐かしいなこのフレーズ悠々 <laughs> ですけれども。 よろしくお願いいたしますでは、えー、桜も咲いてきたということでまたあの花見動画とかも開げたいと思いますので皆さん、えー、ぼちぼちお付き合いくださいよろしくお願いしますでは、ゆうゆうでした